会議員、三原久美様。おはようございます。最後まで頑張ってください。津田市議会議員、西田美香様。どうも皆さん、おはようございます。おはようございます。お忙しいところですね。またいろいろとご予定がある中、この第6期の民主党県連の政治スクールにご参加をいただきましてありがとうございます。国政報告会をさせていただくときに持ってくるようにしてるんですけど、これは1998年の4月27日に民主党統一、まあ、すなわち民主党が決戦されたときですね、決闘したときのに定められた理念でして、私たちの現状認識、私たちの立場、私たちの目指すもの、理念の実現に向けてという4つの柱で書かれて、聞かれたときにどう答えられますか。小泉さん、政治って何って生き物だと思います。政治って何、暮らしを良くしていく手段。山本さんとか政治ってお父さん何って聞かれたら何て答えられるんですか。社会の仕組みを、その社会の仕組みっていうところから入らなかったんだよ。社会の仕組みを作るっていうか、私ですね、それだけじゃないからね。学校で小林さん、政治って何って聞かれたら何で、人々の生活を、その人々の生活を取り巻く環境を作っていく。そうなんです。全部間違いじゃないです。私もそうやって答える時もあります。しかしですね、ああなるほどなと思ったのは、人二人いればそこに政治があります。もちろん社会とか地域とか暮らしの中で、仕組みを作る、システムを作るっていうのも間違いじゃないんですけど、人二人あればそこに政治ありって言われたことって、二人で旅行に行きます、お金は1万円しかありません、どこ行く、何食べる、決めていかないといけません、決めていかないといけませんよね。例えばカップルでデートに行く、5000円しかない、どこ行く、何食べる、どうする、これ全て政治なんだと言って教えられたことがあって、ああなるほどなと。家庭でもそうですよ。平成11年の累積債務を見ていただくと332兆円なんです。で、平成22年度末見ていただくと637兆円なんです。これ全部財務省の数字ですね。そうすると何がわかるかというと、この10年で300兆円増やしてるんです。ちょっと簡単ですけど、お礼と決意の挨拶にさせていただきます。ありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。三上衆議院議員、ありがとうございました。大変な法の試験は結構苦手なんですね。それをもっと頑張らないと分かるのに、そんなに良かったけど、それもうちょっともっと休んで、まあ、もうちょっと真剣になったかなって言ったら嫌なので、ここで一緒に休ませてもらいます。嫌な、重点分かってます。嫌なこと言われないよね。ここで嫌なことはないって。反対派の意見がやっぱり公共交通機関他のところに悪影響があるっていうのと、あと財政を高速道路に動かしたらその税収がなくなるから、それをどうやって回していくのか、補っていくのかっていう話、あと環境に悪影響があるっていうのと、渋滞がこう渋滞とか起こるんじゃないか。毎年いくらっていう予算の計上は必要のない、そういうふうにやっている。もうあの財源を、あれは自民党政権だったけども、約3兆円その高速道路の料金引き下げということに計上したお金があって、でそのややこしいことであれないけど、今の高速道路の料金っていうのは、国のお金になっているわけではなくて、高速道路を作るときに背負った借金を
返す財源に回ってるで、そのお金を先に国が肩代わりして返したわけ、約3兆円だから、3兆円返したからその分は浮いてるわけで、そのお金を使って土日祝日1000円っていう施策をやってる、うん、だからそれが今年度で切れる、今年度で終わるからその後どうするかっていうことかな。どうも皆さんこんにちは、お疲れ様です。いつも本当にお世話になっておりましてありがとうございます。私の方はですね、国会対策の筆頭副委員長ということで、ヒートと言われに参入ではないかとですね、いろいろ言われてるんですが、もう少し国会対策の中でですね、汗をかけ、雑巾を絞れということですので、またそれぞれの役割でですね、頑張っていきたいというふうに思っています。で、2つ目なんですが、憲法27条に全て国民は勤労の権利を有し、義務を負うと書いてあります。全て国民は勤労の権利を有し、義務を負うと書いてあるんです。憲法27条に。しかし、その権利を享受、全ての人ができているかどうか、その義務を全ての人が果たせているかどうか、そういうことをですね、今日は一緒に皆さんと一緒に振り返り、考える機会にしたいなと思っています。もっともっと働くということが尊ばれて知られるべきであるし、その働くということを中心に社会的連帯をですね、連合を中心にですね、築いていくと、その政治の代表者であるのが私たち民主党だというふうに考えていますので、引き続きですね、皆さんと一緒に新しい社会の実現のために頑張っていきたいと。